C のとこのダン。C ブルダーン。なんか日本っぽくなるな。ああ、そっか、メッセージやってるからね、いつもね。確かに。みんな、だから QR コード出して待っててくれれば。俺はもう、ズーズーしくも数年前にプレさんの LINE 交換。ね、NPC の話。NPC の話。よし、よし。え、これほんと知らない以外で。絶対やろう。あいつ結構そういうのに傷つくあれ俺だけっていう、ボソっていい、ボソって言ってる感じが。おはようございます。今、知らない以外でみんなで LINE のグループ作ろうとしてると思う。あっ、ギリセル。いやいやいや、お前やってないじゃん、LINE だって。 LINE やって、LINE やってます。ええ、それだけやってんの？俺 LINE… でも、でもいいや。大丈夫ですか？なんか悪いし。でもいい。出た、メールください。出た。出ました。メンカのことメールください。めんどくせえっつうのだから。ライブの特徴はって言われて、ラジオで。そうですね。でも他のところよりも、曲から曲への移り変わり、うん、それはすごくこう大事にしているという話をしてきたんで、みんな次第です正直否めない、うん、その現状を、うん、否定できない。俺はもうどうすることもできないこたってます。次の曲が始まるのこまずあー、後で怒ろうあー個人的に気になるところがいくつかあって、お、うん、俺の顔以外にしてくれ。いや敵だっつってねそういうことにしないでください。あのルールはないんですけど、マナーは守ってください。はい、うん、そういうやつです。敵がいない国は法律もちろんありますけど、基本的にはノールール、バッとみんなでマナーよくやってもらえたらいいなと思ってます。気をつけてください。え、今何の話してたんだっけ。違う、敵、そうだ、お前が敵だって話なんだよ。ほら来た、そういうことだよね、本当に。この間なんか大掃除してたら、なんかクマが10年前ぐらいにくれた誕生日プレゼントについてた手紙取っといたやつが出てきて、うん、一生ついてきますって書いてあったのに、この裏切りですよこの裏切り、まさにマジで笑ってたね、うん、今終わるかな枯れ食いで大丈夫？ちょっと待っていいですか？
どういう作用してるんですか。あのちょっと苦味が残るでしょ。あのスパイス以外の調味料は塩しか使ってないんで、塩も割と本当に、小さじ1、2、そうなん、ね、ものすごい少ない。甘みはたま、もうほぼほぼ玉ねぎ。ちょっと今度大量に作っていきます。お願いします。リハだからそんなにみんな食べないだろうなと思って、なんかいいな。さまだ腹ペコたち。はい、ね、なんか逆に食べていただいて。いやー、美味しい。今度だからチキンとキーマと豆の3種類ぐらい作っていこうかなと。キーマがいい。俺のキーマめちゃうまいっすよ。うまいっす。これでこの後気分良くなって全然リズムに寄り添わない。ますます間上手だ。うっせぇ。よかった。いやでもめちゃくちゃ美味しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ俺がウォーって言った声にあのディストーションかけたやつ。指を押してる間取れるのいいよ。それやばい。ずっと俺たち音楽で遊んでるね。確かに。最高だね。すごい。あとなんかそれが生きてる気がするんだよな。うん、みんなで やることになんか開かない なんていうの、うん、分かる分かる。その過程になると、うん、開かない。分かる。なんかちょっと自由っていうかね。で、閉まったりもするしさっていうと、うん、いいじゃん。やばいね、ごめんね。おうまい、めっちゃおうまい。うん、うん、誰が作ったんですか。私です。うそ、うん、最高、すげえ。すごい握っただけだよ。握りすぎ、なんか握り方が優しさの味がするでしょ。うん、超ええじゃん。うまい、これ待って、今送る。ありがとうございます。そして俺がこちらね、その肉がパンちゃん、笠木くんと、あとちょっと、俺も入れてください。グループ名は、そうこのクレバンドなんて呼ぶかな。あ、ネックスとも違う。ネオクレバンド。なんかちょっとネオクレバンド。それはクレバンドエクストリームズ。それ面白いですね。エクストリームってどういう使いだっけ。いやもうなんか行き切ってる。いやこのクマのアイコンの絵がマジ芸術的だ。すごいね、クマめっちゃうまいね。え、これゴロちゃんの顔どうしたのこれ。自分で描いたんだって、学校で。え、めっちゃうまくないこれ。クマが描いたの。自己方法の美術の時間に描いた。違う、すごくない。うん、すごいよこれ。真っ赤な耳でなんかゴッホ的な感じが、匂いがするやつだね。これすごいな。これさ、シラメ君にそのまま直接あれがいけないな。グループメンバーの中のシラメ君を選んで追加ってすると、すげえ拒否られる。これ伸びる。こんなことどういうの。でも別でさっき一回つながるのかな。あ、ありがとう。はい。これで通報すればいい。月に何回カレー作るんですか。なんか時間があるというか、もうなんか毎日のように作る。へぇ、どっから作るの。ルー、いや ルーっていうか、そのルーは使ってないんで。あ、そうか、スパイス、そう、そのホールスパイスを見るして、自分のガラムマサラをそのコーヒーミルで細かく砕いてパウダーにするところから。へぇ、
自分のガラムマサラ俺はもうガラムマサラを言うことで精一杯トルコにあるワッカーチームのガラタサライとか出してる一緒だもん俺なのガラタサライとガラムマサラそうだよね、でもカレーの匂いしないですよ、吉田さん。そうなんですよ、なんかそこはちょっと気をつけてるんですよね。スパイスを浴び続けてるからね、うん、そうか、洗濯物を乾かしてる日はカレーは作らないとか、あついちゃうからね、服についちゃいますね、メモっとこう、ちょっと寝けどクレカレー食べたいです、クレカレーの苦がないんだクレカレーな、なんだってクレカレまたこれが YouTube にやだ編集すんのやだWe'll be right back.